鳩山幸夫人命軽視だと批判殺到、自衛隊の F35 戦闘機墜落で。本日、鳩山幸夫さんがツイッターにて、自衛隊の F35A 戦闘機の墜落について初めて言及いたしました。鳩山さんは、あまり良い,い噂を聞かなかった航空自衛隊の F35A 戦闘機が墜落した。今になってこの数ヶ月で、計7件の不具合が公表された。 この戦闘機に搭載する長射程の巡航ミサイルも導入されるので、我が国は専守防衛から敵基地攻撃可能な国となる、不具合の多い戦闘機に専守防衛から逸脱する能力を持たせていいのか疑問だとなっておりまして、こちら、鳩山さん、この航空自衛隊の F35A 戦闘機の墜落について、初めて発言したにもかかわらず、行方不明になっている パイロットやそのご家族に対して、一言もですね、言及しておりません。現在、自衛隊やアメリカ軍などが懸命な捜索活動を行っておりますが、こういった鳩山さんの発言は、国民の命を軽視していると言わざるを得ません。また、F、F3 上 A 戦闘機の不具合については、確かにですね、7件の緊急着陸が発生し、 その際に問題があった部品を交換して対応していることが確認されておりますが、こういった新しい装備、製品の場合は、初期不良が出るのは当たり前のことであり、そういった問題が出た際にですね、しっかりと対応して問題を一つ一つ潰していくのが通常の対応となります。さらに鳩山さんは、 日本が巡航ミサイルを導入することについても批判されておりますが、残念ながら日本の周辺国は日本に対して核ミサイル、弾道ミサイルや巡航ミサイルの照準を合わせており、日本がミサイルを巡航ミサイルを導入してしっかりと抑止力を強化しなければ、日本は北朝鮮などから3度目の核攻撃を 受けることになってしまいますそのような事態を防ぎ国民を守るために日本政府は今できる限りの抑止力の強化に励んでおりますので鳩山由紀夫さんには元総理大臣であれば国民の日本の代表だったのであればしっかりと国民の生命財産を 守るためにどうすればいいのか考えてから発言していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました